シャイニングスター童話劇第4話眠れる森の姫。とってもとっても美しい白姫が住んでいました。白姫の誕生日パーティーが開かれ、ケイシーと車も招待されました。招待されなかったジェイ魔女は怒って糸車に変装し、代わりにパーティーに行ってしまいました。なぜならジェイ魔女は白姫が好きでしたから。白姫はケイシーと車に変装したジェイ魔女に近づき、糸車の針に刺されて永遠の眠りについてしまいました。ジェイ魔女が好きだったケイシーと車はその知らせを聞いて、友人のベリー妖精に解決策を聞きました。ベリー妖精はケイシーと車に目覚まし時計をくれました。ケイシーと車は目覚まし時計でシア姫を起こして、二人は永遠に幸せに、よく、いやいやいや、皆さん、実はこれはシア姫が飾った計画でした。そしてケイシーと車はそれを知っていたんです。シア姫はゼイ魔女が自分を好きだってことを知っていました。ゼイ魔女が好きなケイシーと車の邪魔でシア姫の計画は壊れたが、三人の絡み合った三角関係はもう始まったばっかりなんです。でもここでおしまい。